こんにちは。今日は6月2日。激しい雨です。枝野さんが応援演説です。こんばんは。本当に嬉しいです。軸とか、あるいは間の追求とか、いろんな見方を、いろんなやりをする人もいらっしゃいます。でも私は知っています。アーカレフォーさんの様々な、全員を食い回りする、全員で甘い資料をする、こうした構造と戦う時の蓮舫さんは、嫌だというほど準備をしています。勉強しています。予算委員会で追求するのは、その場の思いつきなんかでやってるわけではありません。1ヶ月もキャレペタをすれば、半年1年前から、調べて調べて、事業仕分けの時なら、議員会館の部屋に入り込まない、身長を超えるぐらい資料が山されて、本当に読んでることを言ったら本当に読んでいる。そういうしっかりとした努力、事実の積み重ねの上で仕事をしているから、だから、利権の争いをしている人たちは、蓮舫さんが嫌で嫌でしょうがないんですよ。だから、それを乗り込んでいって、皆さんの税金がおかしなことに使われていた、それはしっかりと自分の目で調べて、そしてチェックをして、そしてそこにメスを入れていくことができる力がある。私は確信、自信を持っています。そして蓮舫さんって優しい人なんですよ。私たちも蓮舫さん応援しましょう。